朝潮型の二番艦、オーシや。第八駆逐隊の司令官として、朝潮、道しお、荒潮おと一緒に、いろんなことを経験して、報償もそこそこもろうたよ。その後はちょい怪我して、朝潮に司令官を譲ったんやけど、そんなんもう昔のことやな。そのようなことより、 今の艦隊の皆さんのこと、話しないな。あら、優秀そうな指揮官さんやな。飲んでって指揮官さんの後ろに優秀そうな子たちがようけいなはったからな。あたしは王子よ。みんな、これからよろしゅうな。指揮官、今日も、 みんなの幸せのために、一緒に頑張りないな。指揮官はどの子がお気に入りなちびっと話しないな。こないな優秀な子たちと、四六時中一食たよなんて、指揮官はけなるいわ。あさしはかわいらしいな。<laughs> 指揮官、 暇なら皆さんを呼んで、お茶会でも開いたらええんちゃうんはぁ、あ、今日は何を作ったらええやろ。あら、指揮官も欲しいんちゃう <laughs> しゃあないなぁ。あら、他の子に指揮官が危ないっちゅうこと、知らせといた方がええなぁ。指揮官、 任務の時間や。指揮官任務報酬が来とるよ。指揮官お手紙や。ダ <laughs> ブどぶれた、ちゃん。無事に帰っちゃった。みんな、怪我しとらへんあら、委託に出た皆さんが戻っちゃったいいなあ あたしも行かせてほしいわ。はっ、おきに。怪我せんよう気ぃつけとってや。みなはんのえいし、ちゃんと見とったよ。ちょっとした失敗で落ち込んじゃいけへんよ。艦隊のみんなのためやで。無理せんでええんやで。 やっぱ、指揮官とは分かり合えんようやわ。女の子はみんな可愛いもんや。可愛いもんを嫌う人なんておらんじゃうん男も女子も優秀で可愛い子なら何でも好きや。大事なんは性別じゃのうって心なんや。指揮官はええ人や。 艦隊のみんながなんで指揮官のことを信じちゃったか今分かったんよ。実は私も指揮官のことが。うふふ。うふふ。優秀で可愛い指揮官のこと好きになってしもうたわ。指揮官は大塩のこと好きなん 私が指揮官のことを好きで、指揮官も大塩のことが好きっちゅうこと、ほんまええことやねね、指揮官夕立、こっちや第八駆逐隊、出撃